なんか怪しげな人来た。どこだ？あっちか。なんか上の方に。こっちの方、お、あそこの階段。この扉の向こうってこと？マックは？ピキーン！この扉の向こう。私の直感が怪しいと言っています。ケータ、入ってみるにゃん。入っていいん、勝手に。市役所の中ってそんな勝手にうろちょろしよっていいんかな。まあ、いっか。じゃあ、この先に進んでったらマックがおるんかな。あれ？この扉、なんか鍵がかかっているみたい。なんだお前ら、こんなところにいたのか。何、どこにいたのマックは。うおー、めっちゃすごい勢いで。マック、どこにいてたの？お前らが来るのが遅いから、ここ以外全部回ってきちまったよ。で、何してんだ？いや、この先に。この扉、鍵がかかってるみたいで。だったら俺に任すな。ここのマスターキー。じゃなくて、俺のお宝の一つ、秘密の鍵を使えば。何それ。あれかな、ドラクエ的な。ほら、これで中に入れるぞ。どうしてお前、そんな鍵持ってるにゃん？しし、細けえことは気にすんなって。細かくないよ。結構一大事だけど。ケータくん、扉の向こうに早速行ってみましょう。ね、子供が市役所の建物のさ、鍵を持ってるっていうのは、結構な一大事なんだけど。もういるし、そこに。さあ、でっかい金はこの階段を上がった先だぜ。どこにあるんか知っとんや。あれ？やのに他のとこを回りよったん。ここは、どうやら市役所の屋根裏に当たるみたいですね。でっかい金はこの先だ。早く行こうぜ。どこどこ？なんかめっちゃすごい、古ぼけたとこに来たね。まあ、屋根裏って言うるけんしょうがないんか。あのでっかい金、絶対何かあると思うんだよな。あのピンが立っとるとこね。おー。どれどれ、何か変わったところは？ないね。どう見ても普通の金だよ。いや、まだわかんねえぞ。もう少しよく見てみないと。どこを？ケータくん、念のため、妖怪ウォッチで金をリサーチしてみましょう。どこをどう見ればいいの？サーチ？ちょ、待って。ここで、サーチというのは、普通に周りをこう、お、間違えた。周りをこう調べよっただけでいいんかな、ね。同じことしか言わない。なるほど、ヒントは与えてくれないのね。あ、そっかそっか、サーチってあれじゃね？ほら。これのことよね。なんもないよ。お、やっぱり特に何もないよ。絶対になんかあると思ったんだけどなぁ。気のせいだね。でもなぁ、やっぱりこの金、なんか怪しいんだよなぁ。そういえばさ、マック、前から聞こうと思ってたんだけど、なんだ？どうしてマックはウィスパーたちのことが見えるの？そうそう、そうなんですよ。一度聞きたいと思っていたんですよ。妖怪ウォッチも持っていないあなたが、なぜ我々を見ることができるんです？妖怪ウォッチっていうのは理解できるんかな？教えてやってもいいけど、妖怪じゃなくてエイリアンな。いや、本人が妖怪だと言ってるんだ。わざわざエイリアンと言い直すあたり、この人相当頑固ですね。あれは、お前らがこの街に来るちょっと前の夜、空から光る何かが街に起こしてきたんだ。隕石か。何か？それって隕石ですか？確かに、街のみんな隕石が落ちたって騒いでいた。だけどあれは隕石じゃなくて、本当は UFO だったんだ。はぁ？ UFO？ なんか嘘くさいですね。まあ嘘じゃないにしても勘違いの可能性もね。嘘なんかじゃないさ。なんたって俺はこの目で見たんだからな。地面に落ちたそいつが、また浮いて、どこか空の向こうに飛んでいくのを。こんなの隕石だったらありえないだろ？だからあれは絶対に UFO だって。確かにそれはそうかも。だろ？で、その時の証拠として、俺が UFO の落ちた場所で拾ったのがこれだ。どれ？
何を拾ったの？てか、そういう場所で拾うものってなんか博物館に展示されるレベルものじゃん。お、綺麗な石だね。UFO ストーン。俺はそう呼んでる。何それ、単純な名前つけて。こいつの不思議な力が、俺にエイリアンたちの姿を見せてくれるんだ。え、怪しすぎるやん。あ、お前らまだ信じてないな。いや、別にそういうわけじゃないんだけど。でも特別な力はあるってことよね。なんかちょっと話がすごすぎて。だったらボブじいさんのところへ行って聞いてみろよ。ボブじいさん？あ、同じこと言った。ボブじいさんはこの UFO ストーンをペンダントにしてくれた職人だ。東にあるイースト歌集地区で時計屋をやってるから、そこで俺の話が嘘じゃないってこと、証明してやるよ。なるほど。じゃあこれから時計屋に向かえばいいということ？ボブじいさん。誰なんだ。まあ、とりあえずは市役所から出なければ。う、よし。あれ？マック一緒におらんけど。あれ？また先に行ったってことかな？いけねえ。あ、こっちじゃないわ。全然扉の場所じゃなかった。こっちか。あれ？こっちか。よし。え、なんか、聞いたことない地区の名前やったよね。確か。あれ？聞いたことないとこ。まだ行ってないとこがあるのか。広いな、やっぱり。今ここノースピスタ地区やろ？で、え、サウスモンド地区は行ったことあるとこよね、普通に。一応こっちに向かって、で、あ、右下の方になんか矢印出とる。こっちの、あ、もうすぐ多分、あ、ほら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 来た来た。イースト歌集地区。イースト歌集地区やって。私、カシューナッツとか超好きなんやけど。関係ないか。ん？どこ？どこから渡っていけるんこれ。あれ？あ、ここか。ここに信号あるやん。ちょっと待って。ほいほい。そして、ゴー。お、来たよ来たよ。セントピーナッツバーグ、イースト歌集地区。ここは住宅街とは違うんかな。ここがイースト歌集地区か。なんだか古き良きって感じの街並みですね。時計屋はここのすぐ近くだ。早く行こうぜ。 USA の古き良きがよくわからんけどさ。あれ？戻ってしまった。んで、時計屋。あ、すげえ教会とかあるやん。でもあれよね。別に、ドラクエじゃないけん、教会で記録とかそういうわけじゃないやろ？向こう行った。あ、あったあった、時計屋、時計屋。ん？こっちから入っていけるんかな？いや、おっきい道から行った方がいいか。時計屋さん。お、なにあれ、スーパーマーケットとか向こうの方あるやん。え、でかくね？ねえ。お、着いた着いた。お、やっと来たか。時計屋はここだぜ。うん、入る入る。お、なんかおしゃれやね、建物。調子堂みたいな感じや。なんかすごいお店だね。これは、いわゆる高級店ってやつですね。マックってすごいんだね。こんなお店も知ってるなんてさ。別に大したことじゃねえよ。いらっしゃいませ。これはこれは、いらっしゃいませ。なんか怪しげな人来た。こりゃ珍しいですな。まさかあのマック坊ちゃんがここにお友達を連れてくるとは。坊ちゃん？何？なんか謎が。おい。じいさん、坊ちゃんと呼ぶなっていつも言ってるだろ？それは仕方ありませんよ。坊ちゃんは坊ちゃんですから。チェー、いつもこれだからな。あ、そうだ。ボブじいさん、こいつらに UFO の話を。ん？お友達がしているその腕時計はもしかして。お、妖怪ウォッチわかるんか。おやおや、これは驚いた。
最新型の妖怪ウォッチ U1 じゃないですか。妖怪ウォッチのこと知ってるの？私は時計屋ですよ。時計のことなら何でも存じておりますとも。そういうもの？へえ、ケイタの時計ってそんなにすごいのか。ま、俺の UFO ストーンの方が全然すごいんだろうけどな。UFO ストーンっていうちょっと名前を変えようよ。しかし見たところ、その妖怪ウォッチ、まだウォッチランクが低いようですな。ウォッチランク？なんだそりゃ。いかがです？もしよろしければ、私の方でウォッチランクを上げましょうか？え、何それ、そんな自由自在に上げれるん？え、おじいさんできるの？すっごく助かるよ。もちろん、お安い御用ですとも。よかったですね、ケイタ君。ただ、その代わりと言ってはなんですが、お使いをお願いしてもいいですかな？マジか。私は今、仕事で手一杯ですので、代わりに買い物へ行ってもらえませんか？うん、任せて。この店の近くに、モーシンデルマートというスーパーがございますよ。名前嫌だな。そこまでの道案内は、そこでお待ちのマックボッチャにお任せしましたので。なんで俺が。おや、何かご不満でも？チェ、しょうがねえな。しょうがないとか言わんのよ。モーシンデルマートか。その名前のセンスはいかがなものかと思うけどね。マックボッチャン全然案内してくれませんけど。スーパーマーケット。これはなんだ、ウサギなのか？ウサギなのか？ん？うわ、不気味。マック。マックが見せたいマスコットキャラって、これ？ああ。ねえ、なんか、怖いよ、影が。モーシンデルマートのマスコットキャラ、ピーナッツラビット。ピーナッツラビット。通称、ピーラビットだ。これは、可愛いよな、そうでもないよな。なんか微妙な感じにゃん。てか、こういうキャラ多くね？わかってねえな。その微妙な感じがいいんだよ。その通りだ、ボーイ。微妙な感じがいいんだよ。誰やねん。誰？おう、ソーリー。驚かす気はなかったんだよ。うぜえ。実はミーもこのピーラビットが大のお気に入りだからつい。さすらいそうの王や。わかるぜ、おっさん。やっぱそうだよな。ユイたちと話せてよかったよ。ミーはアパートの大家をやっていてね。まあ、話せてよかったっていうほど喋ってないけどな。ここからちょっと北にあるさすらいそうってとこだから、いつでも遊びに来てよ。ユイたちなら大歓迎するからさ。なんか侍みたいに見えるね、パッと見。お、じゃあなー。めっちゃフランクやな。ん？さすらいそう？それってもしかして、日本にもあったよね。よーし、ピーラビットも見たことだし、そろそろスーパーへ行くか。なんかさ、このウサギみたいなキャラクターさ、飛び盛りにもおったよね。なんていう名前か忘れたけど。てかこのスーパーでかすぎん？なんかさっきも言ったけどさ、お？あの二人やん。おい、ケータ、助けてくれよ。この二人しつこいんだよ。君か。ほんと、君とはよく会うな。実は君の友人がしているペンダントがちょっと気になってね。ペンダントについている石を少し見せてほしいと頼んでいたんだが。だから、そいつはお断りだってさっきから言ってんだろ。そこをなんとか、な、ちょっと見るだけでいいんだ。絶対に嫌だね。これ以上しつこいと、警察呼ぶぞ。まさかあなたに子供をいじめる趣味があっただなんて。最低ね。どっちの味方なん？いや、別にそういうわけでは。ただ、あの石と似たようなものを以前 Wi-Fi で見たような気がして。そうだ、思い出した。確か UFO 絡みの怪事件で。怪事件？マルダ、あなた疲れているのよ。そもそもそんなに重要なものを子供が持っているわけないじゃない。おいおい、カクリ。相変わらず君の発想は貧困。坊やたち、ごめんなさいね。この不審者のことは私に任せて。おい、カクリ。僕の話はまだ。マルダ、ほら行くわよ。
まだ捜査が残っているんだから。カクリ、ちょっと待ってくれよ。この二人のやりとりって何気にいつもほっこりするよね。なんとかごまかしたな。あのおっさんに UFO ストーンを取り上げられやしないかとヒヤヒヤしたぜ。よし、それじゃあスーパーに入ろうぜ。マルダーの虐げられとる感が。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。